Good morning, New York! NYJK! Real Talk Radio! はい、みなさんこんにちは、田中慎太郎です。みなさんこんにちは、大橋小雪です。はい、こちらが8月2日月曜日に収録しております。はいはい、8月になってしまいましたけど、早いですね、本当に。なんか、夏来た、もう暑い暑い、ジメジメするなんて言ってたのが嘘みたいになんかカラッとしてません、最近。最近そうですね、ちょっと気温が落ち着いてきたというか、うん、湿気もちょそんなにひどくはなくなってきましたよね。いや、いいですね、これがなんかニューヨークの夏っていう、うん、私の中でのねイメージですね。まあ、まだちょっとわかんないですけどでも、ね、まだ人並みあるかな、はい、うん、8月から、まあ、秋にかけて割とやっぱ外でもね過ごしやすいんで、意外とこう、うん、いろんなね、あの屋外イベントとかも開催されますよね。8月の、20日周辺で、あのニューヨーク市の、それぞれ5区 の、はい、の中でコンサートが開かれたりとかね。はいはいはい、うん、ホームカミングコンサートでした。ホームカミングコンサートですね。そういうね、あの屋外のイベントというか、それこそ屋外映画上映とかもね、いい時期ですよね。だから本当にいい時期ですよね。で、今小雪さんがブライアントパークにまたいらっしゃるんですねちょっとまたまたなんですよ、またもや、もう好きで好きでしょうがなくてまた来ちゃいましたいや、ブライアントパークも屋外映画の上映やりますもんね。そうですね、もう始まってんのかな、まだ始まってないかな。いや、これからだと思います。中旬だか下旬ぐらいからスタートして9月ぐらいまでずっとやってます ね、 うすね、うん、結構そういうイベントごととかも増えてきました。なんか最近どっか外にもいろいろ出かけたりされてます？あ、結構もう私は外好きなのでしょっちゅう行ってるんですけど、この前、うん、久々にハドソンヤードのところに行ってみました。はい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 、はい、駅からちょっと歩くのかな、複合施設っていう、モールみたいなのあるじゃないですか。はいはい、ありますね。すごい綺麗なところ、はいはいはい、あそこに行って、そのもうウィンドウショッピングじゃないけど、ただその雰囲気を味わうだけでブラブラしてて、うんうんうん、そしたらなんか地下になんとかスペインっていう文字が見えたんですよ。これなんだろうと思って行ってみたら、はいはい、リトルスペインって言って、フードコードをちょっとおしゃれにしたような、はいはい、それこそイータリーってあるじゃないですか、はいはい、あれのスペイン版みたいなところがあってですね、はいはい、感動しました。慎太郎さん知ってます？あそこもちろん、結構ねパンデミック前はよく行ってました。え、前からあるんですか？あそこ前からあります。だからパンデミックでやっぱ閉じちゃったんで、はい、どうなんのかなと思ってたんですけど、開いたんですね。開いてました、がっつり、うん、すごい良かったですね。いいですよね、うん、いいですね。なんかちょっと思ったのが、あれいろんなショップが、要はバーがあったりレストランがあったりっていう感じですけど、うん、全部店舗オーナーさんというか経営者一緒ですか？いやちょっと分かんないですけどね。なんかあそこの自体のお店というか、その場所とその各、はい、でもそれぞれお店が入ってるんじゃないですかね。あ、そうか、なんとなくなんですけど、その置いてあるものが似てるような感じがしたんですよ。なんかイータリーはね、まあ、はあの一つの、はい、あのお店ですけど、あのもうちょっと多分フードコートのような感じだったんで、どうなんだろうな、そこら辺ちょっと分かんないですね。ね、違うお店だったようなイメージがありましたけど。ああ、なるほど、うん、でなんかそのうちのレストランに入ったんですけど、45分ぐらい待つっていうような、もうそう混み具合だったんですよね。でも雰囲気とても良かったですし、もうこれ時代なのかな、注文はメニューは QR コードでメニュー取って、うん、でそのままタップして、そこで注文がスマホの中でできてしまうっていう、はいはいはい、結構あれいいですね、楽で。まあ、楽ですよね、うん、うん、すごい思いました、はいはい。でまあ
あのよくあるスペイン料理を食べたんですけど、うん、残念だったのがパエリアがねソールドアウトだったんですよ。あはいはい、それが残念でしたが雰囲気もいいですし料理も全体的に美味しいですし、うん、結構食事に関しては値段そんなに高くない印象がありましたね。うん、そうね、僕もう一つ、はい、スペインタパスのお店がチャイナタウンの近くにあったんですよ。リトルイタリアがちょっと外れてるところですごい美味しいとこあったんです。そこは多分ね1回パンデミック中に行ったかな、でもその後閉じちゃったのかなって感じの雰囲気だったんですけど。あ、本当ですか。なんでそれ系をこう食べたいなと思ったら、うん、そこのリトルスペインに次じゃあ行ってみようかなと今お話聞きながら思いましたけどそう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 、すごいいいですよ、うん、なんかバーみたいなところもあるんでそこでちょこっとつまみながらお酒飲むもよし、うん、うん、っていう感じ、話のなんかネタにもなりますしっていう感じはしましたよね、うん、そう、空いてるのはちょっと嬉しいですね。そうですね、これがなんか日常になってきたっていうのがすごく嬉しかったですし、あとはどうなんだろう、近くにホテルがあるのか何なのか観光客っぽい方たちがかなりいましたね。あ、まあそうでしょうね、あそこまあ一つ観光スポットにもなってますからね。 なるほど。あとあそこの、ビルの、はい、展望台みたいのがあってエッジ、はいはい、そこも一応観光スポットになってますし、へで、あの目の前にあるあのベッセルっていう展望台みたいな、はいはい、最近ねあの話題になってましたね、事故があって、うん、あのなっちゃいましたけど、はい、うん、あのそこもまあまあもともとはあの観光スポットではあったので、うん、あの辺一帯ちょっとあの観光スポットだし、あとはあのハイラインで続いてますからね、ハイライン自体もあの観光スポットになってますので。なるほど、じゃあやっぱり観光地なんですね。結構ねおしゃれな格好をしている方たちが多かったの で、地元の人じゃないなとは思ってたんですけど、おそらくそういうことですねいやでも最近ね皆さんやっぱり外に出る機会が増えてきてるんで、以前はねそれこそ前話してたかもしれないですけど、結構ジャージ的な、うん、もうあのちょっと寝巻き的な感じの格好の方も、まあ、自分も含めて多かったですけど、最近皆さんやっぱり、はい、まあ季節もねいい季節になってきたから割とおしゃれしてお出かけして、ニューヨーカーも多そうですけどね。そっか、今までそういうのができなかった分おしゃれして食事にっていう感じの人もいたのかもしれないですね。かもしんない。まあでも観光客が増えてるのは確かだと思いますけどね。本当そうですね。だからやっとなんかこういう感じが戻ってきたなっていう気もしてますね。そうですね。はい。なんかやっぱ食べ物系はね、まあちょうどあの、ね、前回お話したあのレストランウィークも始まってますから、はい、食べ物系は結構、まあ、楽しみの一つにはなってますよね。そうですよね、うん、慎太郎さんなんかレストランウィーク行きましたか？レストランウィークではまだ行ってないですね。私も行ってないんですよ、これ期間が長いからちょっと後回しにしがちですね。そうですねちょっと油断してるうちに終わりそうですけどね。そう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 、危険だなと思ってますけど、どっか行かれました？そしたらレストランウィーク以外でもいいんですけど、はい、この間の、土曜日とその前の土曜日にあの Facebook のグループでオーガナイズしたジャズトリオがあるんですけど、はいはい、のギタリストの、小川さんが、その前の週に演奏したのと、その次の週だこの間の土曜日に、その3人ではなくて2人のデュオで、小川さんと、はい、あと石田彩さんっていうボーカリスト、ブルックリンの和さんブルックリンっていう日本食屋さんでライブをしたんで、はい、それをオーガナイズしてる身として見に行ったというか。まず和さんブルックリン、私名前はよく聞いてて行ってみたいなって思ってたんですが、はいはい、どういう感じのお店なんですか？割とオーセンティックな。あ、そうなんですか。あの、まあ、オーナーもシェフもあの知り合いで仲良くしてもらってるんですけど、はい、であのオーナーがもともとギター弾く人なんですよ、まあ、ミュージシャンが
こうパンデミック下で苦労してるのも分かってるんで、まあ、そういう人たちをちょっと支援する意味でも、はい、まあ、演奏をこうやってみたいな、なるほどなるほど、やってくださったんで、まあ、それこそ声かけていただいてやって、うん、他にもあのいろんな方が出演されてて結構あのいいと思いますよ。あの土曜日は音楽を聞きながらご飯を食べられるっていう状況になってる。あ、いいですね、うん、それ。そのチャージとかはあるんですか？あ、ないです、ないです。へえ、行きます、今度。ぜひお出かけください。楽しそう。はい。多分ね、はい、レーバーで前まではやってると思う。あ、そうなんですか。やっぱりオーナーさん音楽やってる方だと、ね、そういうのに理解があるというか。そうですね。ね、うん、そういうのもまあちょっと楽しみつつっていう雰囲気も出てきましたよね、うんうん、いや本当そうですよね。やっぱりその音楽と食事ってやっぱり合うなみたいな。私最近お気に入りがトミジャズさんなんですけど、あ、はい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 、コロナ後からなんですよ。コロナ禍に入ってから行くようになって、はいはい、そのオープンダイニングを始められて、そのトミちゃんさんの中って半地下みたいなところだったんで、中の雰囲気ちょっと分からなくて、うん、ちょっと勇気が出なくて入れなかったんですけど、うん、オープンダイニングになってたことによって そんなに勇気必要じゃないと。まあまあまあ分かんないです。初めてのところってね、はいはいはい、分かんないからっていうので、でオープンダイニングになったらここ雰囲気いいなと思ったので、うん、行ってみてから今はもう中だけになったのかな。それから結構行くようになってるんですけど、うん、食事もなんていうのかな、洋食屋さんのメニューみたいなのが、はいはいはい、そうですよね、うん、美味しいですよね。美味しい美味しい、それもいいし、ジャズなんかも結構聴けるっていうのが、うん、やっぱ音楽と贅沢な時間だなって思いますよね、食事とで。そうですね、やっぱり、うんうん、まあ、ちょっとそういうこうきちんとカルチャーが戻ってきてるというか、人が戻ってきてるのもそうですけど、うん、でまあ、さっき言ったようにね、あの今まではなんとなくこう寝巻きっぽい感じの服装でうろうろしてたのが、だんだんちょっとまあ、あのそこら辺も気を使ってというか、まあ、そういうのも一つ、うん、まあ、カルチャーというかね、ニューヨーカーの、まあ、あの多分こうね、例えばあの日本の方たちが思ってるように、全員が全員こうすごいかっこいい格好してるわけではないですけど、ほとんどの人はね、うん、まあ、僕も含めてですけど、まあ普通の格好してる人が多いですけど、でも、はいはい、それでもね、なんか皆さんおしゃれな人はたくさん、あの普通にパンデミック前でももちろんたくさんいらっしゃってましたけど、でもやっぱちょっとパンデミックの後に少しこうなんか皆さん気が抜けてる感じはしたけど、またそういうのも戻ってきてる感じもするので、あ、なるほど、まあ、そういうのもちょっと含めて、あの、まあ、カルチャーも戻ってきてる、きつつあるんだろうなっていうのは少し頼もしさを感じますね。そうですね、うん、確かにそうです。今ブライアントパーク夕方の時間で、まあ、思ったのがビジネスマン、うん、バリバリのビジネスマンみたいな格好してる人って、ちょっとパンデミック中って見かけること少なくなったじゃないですか。そうですね、うん、今すごいいます、そういう人。そうそう、ここなんかそれもちょっと前に多分お話ししてて、あのマンハッタン出た時にちょっとそんなね、あの今まで全然見かけなかったけど、そういうスーツ着てる人を見かけて、うん、皆さんオフィスに戻り始めてるんですかねみたいな話も確かしてたと思うんですけど、やっぱりそういうところで分かりますよね、なんか感じますよね、そういうのね。いや本当そうですね、だからまあこれからどういう感じになっていくのか、そこも含めて楽しみですね。うん、まあ、ちょっとね、そのデルタ変異型のウイルスがちょっと出回ってて、はい、そういう心配もあったりはしますけどね。そうですね、ちょっとそこが懸念材料の一つではありますけどね、確かにね。せっかくこう戻ってきてる、あの気持ち的にも戻ってきてるところを崩さないようにきちんと、はい、ね、感染を防止するという。そうですね、だからまあ本当ワクチンもそうですし、マスクもそうですし、基本的なところも改めてっていうところはあるかもしれないですね。せっかくこの夏一番イベントとかもそうですし、フリーなものも多い時期なのでね、ここはやっぱ楽しんでいきたいですね、今年はね。ということでじゃあ、ね、はい、皆さんも夏を存分に
楽しんでいきましょうということで、はい、はい、良い一日をお過ごしください。はい、良い一日をお過ごしください。田中メディアラボ。